一般社団法人日本オートオークション協議会は平成13年4月に経済産業省の指導で走行メーター検索システムの管理運営とオートオークション会場の抱える数々の問題や課題の検討を目的に設立された。現在、オートオークションに出品される中古車の走行メーターの指示地は出品前に検索、称号、登録され、 走行メーターの改ざん防止に寄与している。一方、応答オークションに出品される中古車の修復歴及び修復歴者の取扱いに関しては、応答オークション会場ごとに、その判定基準が異なり流通を混乱、阻害する要因となっていたため、平成14年度に統一検査基準検討専門部会及び同文化会を設置し、 修復歴判定基準の統一に向けて研究・検討を行っている。修復歴者の定義に関して自動車構成取引協議会の定める自動車業における表示に関する構成競争規約上に取り決めがあったが平成13年5月よりその規約がオークション取引にも適用されることになったためその規約と同一の日本自動車査定協会及び 日本中古自動車販売協会連合会の中古自動車査定基準に定める修復歴者の定義を検討を行っている。ありがとうございます。